を見た。バイオレットにしました。やっほー、ゴンチャケ寝るのは大事だよね。それな、豊かさんありがとう。ケーキ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 ありがとうございます。なんか夏の疲れなのかな、なんかすごくだる重な感じがする。わかります？なんか涼しくなってきたせいかわかんないんですけど、暑かった時の疲れがこう急に出ている気がします。国広さん、豊さんありがとう。ハートに、ケーキに、たくさん睡眠を取れたラッキーね。それはそう、本当にそう。なんか睡眠取らないと本当に倒れちゃう。睡眠しか勝たん。遅れてきた夏バテわかる。今日30度あった、それやばい。気温差上げすぎて疲れる。それだ、それじゃない。正解はそれだわ。気温の変化、気圧の変化だな、絶対そう。こんばん、どうも。奥にできることさん、シュークリームありがとうございます。気圧に気温に変化がありすぎるね。わかる。晴れたら晴れたで変化に弱い。気温差は確かに激しいだよね、超わかる。今日もおつ、今日は開始に間に合う、勝ったと思ったら負けた。でも私今日急に始めちゃったから。こんばんは。発熱外来でコロナ陰性、市販薬の風邪薬でと言われます。なんだそれ、大変だ。でも今発熱は怖いよね、本当に。気をつけてね。わかる。ちょっと前までね、あんなに涼しかったのにって思うよね。あの涼しかった数日間何だったんだろう。寒いまであった、布団にくるまってたまであった、本当に。なのに今日普通に暑いと思って。僕にできることさ、アイスありがとうございます。にゃん、武道館前ね、本当に気をつけないといけないですね。インフルの人がちらほら出てるから気をつけてくださいって書いてある。本当にインフルはやばい、インフルはやばい。本当、シャツの文字が気になる。これね、最近もらったの。可愛くない？めっちゃ可愛い。焼きたい焼きいただきますって書いてある。めっちゃ可愛いの、最近もらったの、ファンの人に。焼きたい焼きって言って猫がたい焼き焼いてる。焼きたい焼きいただきます、可愛すぎるだろたい焼きと猫のコラボレーションなんて私のための T シャツです。ケンジさん可愛い、ありがとうございます。桜のお友達さんいいね、ありがとう。いいよね、可愛い。インフルここ数年流行ってないから、流行りだすと怖いよね。ね、インフルエンザの予防注射なんてもう数年打ってない、もう3年ぐらい打ってないけど、かかりたくないな、とても怖い。たい焼きちゃんどこ、ね、たい焼きちゃんどこ行っちゃったんだろう。たい焼きちゃん、
可愛すぎるなニャン T シャツいっぱい持ってるんですよ、皆さんのおかげでね。そう、順番に着てます。奥にできることさん、ショートケーキありがとね、おいしい。ショートケーキ、そういえばショートケーキこの前の握手会の会場で食べたやつめっちゃおいしかった。ショートケーキなんだけど、あれだった、シャインマスカットのショートケーキでめっちゃ美味しかったです。今年南半球流行ったから流行る可能性あります、インフル。え、インフルのが症状辛いかもって言われてますね。え、本当に言ってる？私あのコロナの辛さを上回るインフル来たらもう死んじゃうんだけど、やだ。たいやきちゃんの代わりにゆうきさん結婚してダメでーすダメでーす。世の猫グッズは大竹さんに集まる、わかる、集まってきてる、嬉しいこんばんは、どうも。1000円超えのラデュレ、ラデュレやばかった。ラデュレのケーキキューブ終わりでよかった、もう一個食べられて。マカロンもめっちゃ美味しかったです。ショートケーキ食べて、マカロン食べて帰ってきてジョジョ園のお弁当食べた、最高。ジョジョ園のお弁当めっちゃ美味しかった、カルビ弁当。結局あれは元カレです、オンラインお話し会最終日っていうことで、元カレです、お疲れ様でした、お弁当だったみたいです。はい、ヘンリー太田さんありがとう、ケーキ。わお、 39.5 度、3日目インフルで判明。あら、当然 PCR 陰性。確かにさっき私のファンの方で熱出てるけど PCR で陰性だったって言ってる人いた。インフルの可能性あるね、気をつけてください。インフルの検査した方がいいかもね。インスタさんハートありがとう。結局うな重ではなかったの、うな重は昼のお弁当であったらしいんですけど、私うなぎそんなにあの得意じゃないから、焼肉が好きだからジョジョ園残ってて嬉しかったですいつもは何豪華ではないのに、あーもちろんです、とも、いつもあれだったらもう大変になっちゃうよゆきんこさん食べてありがとう、食べます食べます。直樹さんもありがとう、ゆきんこさんありがとう、シュークリーム。インフルってこの時期やっけ、なんか少し早いね、思った早い早い早い、こんな早くなかったよね今まで。12月とか1月とか冬に流行ってるイメージありました。うん、アイス祭りだった日もあったね、7月だか8月のお話し会、7月だな、あのショールーム選抜イベやってた頃だもん。あの時のお話し会でなんだっけ、楽屋にアイスのケースが出てきてびっくりした祭りだって言って。あれはキングさんの差し入れなの、そうですね、基本そうです。ヤンさんケーキありがとう、ヘンリー太田さんアイスありがとう、アイス10個レディーあ、そうバニラモナカジャンボ食べた時か、そうそう、家の近所のラデュレにはケーキないから羨ましい、だってね。ラデュレってさ、私マカロンのイメージあるんだけど、
それのラデュレとまた店が違うってことなのかな、店舗的なことで。何にしよう、手洗いうがいマスクは大事。本当にそう、めっちゃ大事。もう風邪にしてもインフルにしてもコロナにしても絶対にかからないように気をつけなきゃいけないので、私たち、僕たち、私たちはそうだから、絶対に手洗いうがいマスク、アルコール消毒、検温は必須でございます。大事、本当に大事です。うん、我々が健康に生きるには手洗いうがいマスク着が必須。着ちゃん必須ですか。いつでもどこでも着ちゃん、持ち運び着ちゃんとか使いますか持ち運び用チャケちゃんとか、家に置き型チャケちゃんとかやっときますか もうすぐコンサートだし、いや本当にそうね、気をつけないとダメだ。適切なサイズの持ち運びチャケちゃん、適切なサイズの重要ポイントすぎる今武道館までは、武道館後ドボコンまでは、その後生誕まではそうなりそうだよね、やばい。ヤンさん尊い、ありがとうございますアクスタの話だって、私アクスタなんて言ってないんですけど私アクスタの話だなんて言ってないんですけど、300ミリでもいいんじゃない、そんなこと言ってないんですけどあれ適切なサイズのチャケちゃんとは言ったけど、別になんかアクスタの話なんてしてないんですけど鮭を持ち運びしたい皆様におすすめしたい波動アクスタ発売中。まあね、あれは本当におすすめ。実際めっちゃ良きかと思います。いい感じのサイズ感でアクスタ買いました、ありがとう。お、538日、連続配信ありがとうございます。538日連続配信です。538、おめーおめーイエーイ。誰かショールームのアバターのアクスタがどうのこうのってコメントしてて、めっちゃそれわかると思った。ハロウィングッズは明日の12時59分までだって。ハロウィングッズ、今回私はシスターの格好をしています。真っ黒ですごい長いロングドレスを着て、足も見えないぐらい長いロングドレス状態のシスターでした。ぜひ出荷のひまわりアバター、なんか物として欲しいですね。わかるね、
ハロウィングッズの122ミリやめてください。みんなアクリル丸々系のやつサイズ書くの。やめて、アクスタークキー全部サイズ書かれるのやばい。過去のあれとは。こんばんは、どうも、こんばんは、やっほー。いざと飲んでからお家に入らなかったら困るからね。もうそれはね、等身大超えてるんだよね。マジで。ガチで等身大どころか多分家に入らないレベルになってくると2倍なんだよね。そう、実寸かける2。うん、等身大でも入るから家に入らないサイズのアクスタって言ったら多分かけにかなって感じ。倍です、倍。アクスタじゃないよね、もうアクリルスタンドじゃないのよ、もうパネル。アクリルパネルです、もうそれは。磯風さん、かわいい、ありがとうございます。早く劇場でアクリルペンダ振りたい、だって。ええー、ね、本当に重力シンパシー公演が当たらないんですけどっていう、なんかあの嘆きのような、なんかもうクレームのようなあのお話というか言葉をですね、私はオンラインお話し会でよく聞きます。私がそう、いや本当に、うん、当てさせてあげたいんですけど無理。この間ショールーム選抜の配信見たよ、ありがとう、嬉しい。アクリルパネルはもうコロナ対策のやつで、確かになんか言ったことあるな、アクリルのパネルってなんか聞いたことあるなと思ったらそれか、対策の。この前知り合いが某ドラさんメンバーの等身大パネルを作ってました、どういうこと。どういうこと。やばい。たけちゃんが歌う君が思ってるより聴けるのか、そうです、修行からエモいよね、君が思ってるより今めっちゃいい位置で歌ってて、そう、あの時修行の時はすごいね埋もれちゃうような立ち位置で歌っていたあの私が、君が思ってるより今ラストはなんかもうダブルセンターの位置で終われるっていう、びっくりしちゃう。気合い入れて歌ってるので見に来てください。配信終わったらすぐ寝そうだね。そう、なんかさっきまで全然眠くなかったんだけど、お風呂上がったらすごい眠い。すごく眠いです。ただでさえ当たらない重力シンパシーの最善に座れたので本当 VR 会員になってよかったです。 VR ね、なんか VR 会員枠みたいなのありましたもんね。そうなんですよ、 VR 結構いいですよ、特典豪華。エモエモだよ、君が思ってるよりは。なんかもう個人的にそう、なんかそういう立ち位置的な意味でエモエモで幸せです。君が思ってるより対角線にいたのに指差し、したと思うよマジで本当に、うん、結構どこにでも指差し飛んでくから。
割と、うん、割とどこでもあの指差し飛んでいきます。VR で見れるチャケちゃんは体感何ミリですか？私ミリで例えるんですかそれ？千みたいな。やばいやばい。こんばんこんばんは。 VR きっとこれからどんどん進化するコンテンツだと思いますね本当に。うん。そう、 VR で言うと武道館のコンサートも VR で独占生配信なんです。私が公演の最後によくアナウンスしてましたけど、そう、武道館ライブ独占生配信は VR のみになるのでぜひチェックしてください。お願いします。そう、アーカイブも見れる。みんなのが詳しいじゃないか。3ヶ月のアーカイブがついてくるみたいですね。でもってあれ、でもあれ終わっちゃったのか、 VR コンテスト、映像コンテストとかいうやつ、ゆずこいとかランちゃんとか、 A でいうとセリカさんとかがエントリーしていたあのコンテストもあったらしいんですけど、再生回数誰が1位になるのかね。昨日までだったよね。あれすごくない？再生回数によってさ、センター決まるとかやばいでしょ。センターそれでセンター決めるって見るしかないよねそんな。うんうん。目がチカチカするのでリングライト弱めました。見れなくなっちゃうのももったいないね。ねえ、もったいない。ずっと残しておけばいいのにって思った。小林ランチ一番見たな。ランちゃんすごいよね。全部小林ランで踊ってみたでしょ。あれはすごい。かおりさんの作品ね、衝撃的。郡司さんやばい。なおこみさんありがとうございます。激怒とシュークリーム。ランちゃんのルマルマルマ愛はね、泣けるよね。ランちゃんだって、ランちゃんだってロックのプロ。ロックダンスのプロやん。そりゃね、まさか自分が得意なジャンルがさ、それも AKB に入ってるうちにさ、ロックダンスをすると思うことなかったでしょ、ランちゃんからしたらね。それがシングル曲でロックダンス採用されてってなったら、そりゃねやりますよね。すごいなあ。私はもう踊れないです。もうネモハモは踊れないね。ああ。もう元カレです。もう踊れないです。どうしましょう。確かにランちゃんが番組を見ながら家で踊ってる動画のファンすぎる。私あれ見て泣いたもん、マジで。本当にもうランちゃん出てって何度叫んだことか、本人にも世の中にも。AKB がロックダンスしてなかったら今ここにいません。そういう人もいるもんね。大事だったのよあのシングル。
ダメです、のノリで踊れないです、は草。そう、忘れるの早くない、振りは覚えてるのよ、もうね体がついてかないってこと。そう、あーね、筋肉がもうない、ゼロです。いや本当に問題なのは振りを覚えてるかじゃなくて筋肉です。あれはあれはもう筋肉ゲー。新しい名前。そう、初めて言った筋肉ゲー。あれは覚えて、振り覚えがどうのこうのとか忘れるとかじゃないんですよね、フィジカル的問題でした。ねえ、覚えてても動けん、そうなの、本当にそう。だってゆきりんさん筋肉あるもん、すごくない？私すごいと思う、あんなに細くてさ筋肉はついててさ、神だと思う。私は細くもなければ筋肉もない。ねえゆきりんさん細い、この前レッスン上であったけど、レッスンの時あったけど、バリ細かった、相変わらずすごい、マジですごい。じゃけんちゃんの配信落ち着くわ、 N 回目は嬉しい、落ち着くで定評のあるルームです。楽しいよりもなんかちゃけんの配信は落ち着くわと言われる。ゆきりんさんってそんな筋肉のイメージなかった、あんなに細いのに、なんか筋肉って感じじゃないけど細いのにインナーマッスルはあるんだろうなっていう感じがする。そう、そんな感じです、すごいよね体幹、そう強い。チャケさんだってネモハも元から踊れてましたからね。踊れてた？踊れてないよ、わかんない、人によるのかもしれないけど、人によって、見る人によっては踊れてるし、見る人によっては踊れてない。ちなみに私は踊れてないと思っています。てるゆきさんありがとうございます、クレープちゃん。ビンゴネオでも踊ってましたし、確かにビンゴネオでネモハモを披露した時はそれこそゆきりんさんのポジションでした。そう、フレッシュコンかなんかでは岡部凛さんのポジションで出たんですけど、凛さんのところさ A メロを踊る人だったからめっちゃ大変だったな。ゆきりんさんのところ、ゆいゆいさんとかと一緒かな、あの時はあという間に過ぎ去りのところはフリーだったので結構なんかまだ楽な方でした。そう、 A メロの一回し目と二回し目が歌割りの人たちが一番大変そうでした。たけちゃんこんばんは、こんばんは。たけちゃんはお風呂上がりのまま配信を始めてみたんですけど、すごくまだ眠いです。たけさんは世間の23歳よりは踊れとるから、え、それは思うんだよね。それは思うんだよね。あのね、世間の23歳よりは踊れとるからっていうより、世間の23歳よりは動いてるのよ。そう、踊るも何も、23歳、普通の23歳の人たちよりも動く頻度が多分全然違うと思う。普通に23歳やってたら今頃新社会人で働き始めで、まあそういう意味ではバリバリに働いて、あの踊るよりも疲れる生活をしていたかもしれないけど、
なんか運動面での動きっていうのだと多分普通の23歳より動いてるのよ。そうね、動けてるのは確かです、その通りです。本当にそう、よう頑張ってます。よう頑張ってます。間違いないとプールに秒でパシャパシャ入れるファンの人強いんだよな。コメ欄の面白さよ。エゾモンさんありがとう、ペンライト。やばい、どうしよう、眠たい。起きて、起きてください。タケさん草笑われてる。やばくない？なんか今日の私すごい眠そうな顔してるよね、すでに。助けて、なんで先にお風呂入っちゃったんだろう、それが問題だわ。こんばんは、やっほー。初見さんもありがとう、来てくれて。バリバリバリすっぴん眠い顔で申し訳ないです。 AKB48 チーム A の大竹ひとみです、やっほー。よろしく、ルームフォローとツイッター、インスタグラムのフォロー待ってます。あ、インスタ投稿したよ、そういえばさっき投稿した、みんな見た？ブルーピリオド展にこの前行ってきました。結構前なんだ、前なんですけど、ブルーピリ行っちゃった。もう一個投稿しようと思ってて、うん、すごいね、よかった。ブルーピリオドの話の中の作品だけじゃなくて、現代アートの作家さんのなんかね、絵画とか写真とかも展示されてて、それの紹介も書いてあったし、なんかね、いっぱい面白いのがいっぱいありました。9月の30日まで確か天王洲アイルの駅地下にある寺田倉庫ってところでやってるんですけど、もう残り数日だから、みんなも行ける人も限られてるとは思うけど、興味あったら行ってみてください。インスタ見た？ありがとう。昨日タイタニックの話してたら今日は鮭が沈みそう。そう、あーそう、昨日、あーこれ絶対そうだ、昨日バイオレットエヴァーガーデンの映画を見たのが4時から見て、バカなんですよね、ほんと。なんで4時から映画を見てしまったんだって感じなんですけど、朝の4時から見始めて6時になってしまったんですよ。で、確か2時間10分とか2時間15分ある映画だったんで、6時過ぎまで見て、で、まあ別に今日オフだからいいやと思ってその後寝たんですけど、でも、ああそうだ、大学のもろもろやんなきゃと思って急いで午前中に起きてパソコンカタカタして、で、あ、でも今日は大丈夫だからもう一回寝ようと思ってお昼寝してみたいな感じでした。たけしか勝たん、ありがとう、イエーイ、2回目な気がする。顔、ブルーピリオドさっきネットフリックスに追加した、お、見て見て、そうそうそう、美術部がテーマのやつ、美大受験のとかがメインにアニメでは放送されてました。つか個室サウナの投稿めちゃくちゃ良かったです、サウナ語りましょうだって、え、マジでさ、最高。でも個室サウナって少ないんです、最近いっぱい調べてるんですけど、なんかね、やっぱりなんていうのかな、まあ、前からサウナはあったけど、個室でサウナを楽しんでとか一人でとかさ、まあ言って友人とと言っても、なんか貸し切るっていうのはなかったじゃん。私もさ、なんかホテルについてるのとかさ、なんかスパについてるのとかだったら行ったことあったけど、わざわざ個室として貸し切ってサウナなんて行ったことなかったから、最近やっぱそうやって流行り始めたものだから店舗が少なくてね、どうしようって感じです。でも行けるところはいっぱい行きたいなって思ってます。
ねみ頑張れ起きろ頑張れあと10分だ。あ余裕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 ちょっと話飛ぶけど、タイタニックってディカプリオ様の、そうそうそう、3時間オーバーのあのタイタニックなんですけど、昨日その話になってなんか誰かがハマってるみたいなコメントあったんだよね。それで、あそういえば私見たことないんだよねってなって、で最近泣きたいみたいな、泣ける映画が見たいってなって、それで最初はタイタニックを見るつもりで、朝の4時にねバカなんですけど、タイタニックを見るつもりでネットフリックスをつけたんですけど、あの私のマイリストにバイオレットエヴァーガーデン劇場版を入れてたのを思い出して、あバイオレットこれ絶対泣くから、撮影とかあると公演とかあると見れないって思ってた、目腫れるから見れないと思ってたやつだってなって、いや3時間オーバーこれから7時かってなって、6時だったらまあいいだろうっていう謎のボーダーライン、6時だったらいいだろうってバイオレットにしました。それで見たんですけど安定に泣きましたぬまこおしひろさんギフトありがとういっぱい、あ結婚してめっちゃ投げてる、ダメです結婚しません。ケンジさんもダメですいっぱい投げてる、結婚していっぱい投げられてる、ダメです。リンさんファイトありがとう、やばいなんかめっちゃコメント溜まってた、ごめんなんか全然思いついてなかった、ごめんザ・サウナとても良かったのでぜひサウナ語りオタク、話そう話そうマジ、なんか教えてよ、なんか一人でもってかほとんど一人で行っちゃうんだけどさ、お友達と行けるとかさ、そういうのあったら教えてよDM に送って返せないけど返せないけど、勝手に私が見るだけになるけど、ここおすすめですよってさ、なんか何でもいいよみんな、ほんとサウナじゃなくていいんだけど、最近行ったここ面白かった、これ美味しかったとかって、なんか DM に送りつけてください。既読はつけられないんですけど、返事とかもできないんだけど、見ることは可能だし、お話し会とかショールームのコメントとかで送ったよとか言ってくれたら、それについて触れながら話すこと可能なんで、ぜひおーなんかいっぱいありがとうございます。小野純さんケーキありがとう、食べますThank you。おすすめの味噌汁の具とかでも大丈夫ですか送って何が好きなの逆に気になる、青さ豆腐即答、油揚げ、あとなんだろう、お豆腐が好きです、豆腐が基本好きで、あのこの夏冷ややっこで乗り切りました。あの MV 撮影の前の時は本当に1週間豆腐で生きてました、豆腐納豆豆めっちゃ豆めっちゃ豆で生きてたあきのこの山さんめっちゃ可愛い、ありがとう、めっちゃ嬉しい、しーろうさんもありがとう、ろうさんもありがとう、いっぱいDM 送っていいの、なんか送りつけてもらってもいいんだけど返事できないんだよね、なんかそれがちょっと残念だなって感じ、うん、そうなんか全然読んでる普通に割と普通にインスタの DM 読んでるんですけど返事はできないから、まあごめんねって感じです、それはごめんねって感じなんですけど読んでます。そうあの1年に数回アンチコメみたいなの来るんですけど、それはスッて消してますこうやって言ってると、なんか1年にマジで 2,3 件ぐらいだけなんかアンチコメ来るんですけど削除そうスッてしてますいかがでさんありがとうね、 Thank you。
ラーメン屋だとたくさん来そう。確かに。でも最近ラーメン食べたい。おつおつ遅い。だって今何時？そうね、大体ねは言わなくていいです。先に言うのやばい。あと6分。あと6分。封じられた。先に止められた、やばい。マジで面白い。先に止めた。絶対来ると思った。痛い。首やばいやばい、筋やる。痛い。あ、痛い。筋やる。痛い。やばい、びっくりした。よいしょ。言いたかった。え、ねえ、めっちゃわかる。ね、個室サウナなかなか水風呂がないのがたまに傷なんのよな。めっちゃわかる。水シャワーのとこ多いよね。水風呂が欲しいよね。ねえ、わかる。共感、超共感。わかる。そうなの。私がね、でも行った最初の2店舗は水風呂があったのなんだけど、この前プレオープンで行かせてもらったところすごい綺麗だったし、コンパクトだからなんか動線がめっちゃいいのよ。サウナに動線っていうのやばいけど、いや言うんですよ、みんなも。サウナ行って水シャワー浴びて整いスポットまでがすごい距離が短いから、すごいね完璧な動線なんだけど、水シャワーだからなんかやっぱ水風呂の方が私は整いやすいっていうか、水シャワーの方がいい人もいるのかもしれないけど、私は水風呂の方が好きで、そう、水風呂あったらもっと120点になるのにな、100点なのに120点になるのになってちょっと思った。すごいね、めっちゃ詳しいね。個室サウナのプロデュースしてよ。さあ行くね。私のファンの方の中で個室サウナプロデュースしてオープンしたら言ってください。私が一番最初に行ってアンバサダーになります。皆さん、もし個室サウナをプロデュースします、オープンしますって言ったら、まず私にご依頼の案内を送ってください。私がアンバサダーになります。もうサウナのこと話す時のテンションがオタク特有の早口になるの本当もろい。やだやだ、昨日の私じゃん。昨日の私のさ配信さ、マジでさ 1.5 倍速だったよね。ずっとベラベラ喋ってたよね。今日ちょっと眠くて 0.75 倍速だったんだけど、サウナの話したら 1.25 ぐらいにはなったわ。サウナ専門誌に大竹ひとみが載ってたらビビるわ。だって一番そこ目指そうかな。もうそこを目指そうかな、ほんと。あ、やばい、もうこんな時間だ。58分。やばい、秒針見ながらランキング読まなきゃ。え、早っ。でもめっちゃ眠いから。私は終わったら寝ます。ありがとうございます、皆さん。今日もコメントいっぱいありがとう。楽しかったね。壇上13位、回答1412号さん、ありがとうございます。12位ヤンさん、ありがとうございます。11位イーストさん、ありがとうございます。10位桜のお友達さん、ありがとうございます。9位ライマロくん、ありがとうございます。8位うちさん、ありがとうございます。7位ギョルミョンデチャさん、ありがとうございます。6位てるゆきさん、ありがとうございます。5位あきのこの山さん、ありがとうございます。4位ゆきんこさん、ありがとうございます。3位おのじゅんさん、ありがとうございます。そして2位ヘンリーオートさん、ありがとうございます。そして1位は生講師ひろさん、ありがとうございました。ありがとう。おやすみ。
あと30秒くらいかな。ちゃんとベッドで寝ます。ありがとう。おつー、ありがとうございます。とても眠い今日は。バイバーイ。バイバーイ。おやすみー。あと5秒。4、3、2、1。バイバーイ。